ナーダシュディフェレンツ伯爵ナーダシュディフェレンツは、ハンガリーの貴族、軍人。男爵、後伯爵。ハンガリーでも指折りの富豪で、優秀な武人でもあったが、敵に対する、極めて残酷な処罰方法を好んだため、黒騎士の異名で呼ばれた、バートリエルジェーベと伯爵夫人の夫である。ハンガリー宮中伯を務めたナーダシュディタマーシュ男爵と、裕福な女子相続人。 カニジャヨルショリアの間の息子として生まれた。武勇に優れ、オスマン帝国のトルコ人との戦いで目覚ましい、戦いぶりを見せたほか、エステルゴム、バーツ、ビシェグラード、聖ケシュフェヘルバール、JL などの重要な拠点都市をトルコ側から脱取した。1573年5月8日に、ポーランド王トランシルバニア公バートリー・シュトバーンの命にあたるバートリー・エルジェーベと、 白爵夫人と結婚し、間に6人の子女を設けた。エルジェーベとは、由緒あるエチェドケバートリ家の女子相続人だったため、フェレンツ2世は、結婚を通じて、同家の富裕な財産を相続した。妻のエルジェーベとは、フェレンツ2世の死後、大量殺人の罪で告発された。娘婿には、クロアチアの指導的政治家だった、ニコラ6世、ズリンスキ白爵 孫には、マグナート陰謀事件の首謀者の一人だったナーダシュリ、フェレンツ3世がいる。ありがとうございます。